リンさんが兄貴の嫁でよかったわ。そう思ってくれてるのは嬉しいけど、急にどうしたの？だって、兄嫁が旅館の娘じゃなかったら、こんな高級旅館にタダで泊まったりできないでしょ？ほーんと、感謝してますよ。ん？話が見えないんだけど、高級旅館ってどういうこと？どこにいるの？あ、リンさんの実家の経営する高級旅館に泊まらせてもらってまーす。そんな話聞いてないんだけど、勝手に泊まってるってこと？うん、無料でありがとね。無料？そんな話も聞いてないけど。大丈夫。フロントで経営者の関係者だって伝えておいたし、家族なんだから無料は当たり前だよね。そんなの当たり前ではないよ。それに私に一言もなかったら親に話も通してないし、無料になるってことはないと思うんだけど。はあ？家族からお金取るっていうの？私でも旦那と一緒に泊まる時でも家族割引でも少しは安くなるけど、ちゃんと払ってるよ。それなりのサービスだって受けるわけだし、家族だからって完全に無料ってわけにはいかないよね。商売でやってるんだからさ。意味わかんないんだけど、家族になったんだからさ、無料で当たり前じゃん。お姉さんなんでしょ？じゃあ、姉の実家が経営する高級旅館は当然無料で泊まっていいに決まってるじゃん。だから、そんなの決まってないってば。私はそんな話はもともと聞いてなかったし、親にも話してないから無料になんてならないと思うんだけど。いや、私は何と言われても払うつもりないからね。家族なんだから何とでもなると思うし、それは義士のリンさんがうまくやってよ。うまくって、そんなの無理です。義士のものは私のものって決まってるの。だから勝手に私の家からバッグを持って帰って使ったってこと？あ、ごめん。でも返したし、いいよね。そういう問題じゃないわよ。それに、どんな使い方をしたらあんなことになるの？酔ってたから何があったのかよく覚えてないんだよね。まあ、悪気はなかったし、姉妹なんだからいいよね。よくありません。姉妹だからって何でもいいわけじゃないし、私は実の妹でもこんなことしたら許さないわよ。こわ、リンさんめっちゃ心狭いじゃん。よくそんな心ないこと義理の妹に言えるわよね。本気で言ってるんだけど、私の言ってることわかる？バッグを使いたいなら自分で買えばいいし、高級旅館に泊まりたいなら自分で泊まればいいでしょ？冷たすぎるんですけど。私のものを自己中心的な考えで利用しないでください。はっきり言って、かなり迷惑してるんですけど。仕方ないじゃん、私無職なんだし。仕事始めたらそうするってば。そう言ってもう一年でしょ？げ、バレとこ。当たり前です。バレバレ。仕事もしないで、私たち夫婦からお小遣いをせびって、旦那にも聞きました。私だけじゃなくて、旦那にもせびってたのね。私たち夫婦それぞれからお金をもらってたみたいだけど、そろそろ働いた方がいいのでは？実際、二人からのお金だけで生きていけるしね。仕事はしたくないからって、親には休職中と嘘をついてるでしょう。それなのに、仕事探す気もなしで、このままじゃまずいと思わないの？説教とかだるいんですけど、私はあんたらからのお金で十分遊べてるし、親のおかげで家にも住めてるし、楽しいからいいんだよ。義士の実家の経営する高級旅館にもこうして泊まれてるし、なかなかいい人生遅れてるわよ。そんなこと言ってたら、いつかしっぺ返しを食らうわよ。もうどうなっても知らないからね。ちょっといい？なんだよ。今度は何について文句言いたいんですか？ちょっと聞きたいんだけど、今ってどこに泊まってるの？はあ？あんたの実家だよ。行ってた駅の近くには一軒しか高級旅館なかったし、なんでそんなことわざわざ確認してるの？そうなんだ。もう10連泊してるけど、なかなか快適だよ。あんたの親に言っといて。私が褒めてたって。は？ 10 連泊？親戚だからタダだし、それなら長く泊まろうと思って、10連泊させてもらってまーす。それは、さすがにやらかしちゃったね。何がだよ。でも、こんなにタダでとか、だんだん申し訳なくなってきたわ。まあ、もちろん払うつもりは最初からないんだけどね。
親戚だから一泊5万の宿にタダで泊まれて最高。いい親戚持ってラッキー。あと10日は泊めてね。うちは去年移転したけど。うん？しかも今改装中で営業してないはずだって昨日思い出して、親に確認したらやっぱり営業してないみたいなんだけどさ、もしかしてそこ違う旅館じゃないかな。え？は？どういうこと？うちの旅館はもう前に行っていた駅の近くにはないよ。去年移転してたし、今は営業してないから来月リニューアルオープンの予定だし。何言ってんの？嘘でしょ？だから純子ちゃんの泊まってる旅館はうちの実家の旅館じゃないよ。え？じゃあ全く関係ない宿に泊まってるってこと？まあそうなるね。嘘だよね。事実です。というかフロントの人とかに確認すれば、多分あなたのことをもう怪しんでるだろうし。何？なんで？前払いもせずに10連泊で、しかも経営者の親族だとか言ってるんでしょ。じゃあもう完全に目つけられてると思うよ。後払いだろうからまだ請求されてないんだろうけど、もちろん支払うことになるだろうから早めにチェックアウトした方がいいんじゃない？え？でもちょっと待って、じゃあここ本当にリンさんの実家じゃないってこと？違います、さっきからそう言ってるじゃん。その宿も一泊5万円なんだとしたら高額支払い発生だね。だってリンさんが前一泊5万だって言ってたから、この旅館もそうだって言ってたし、リンさんの実家なのかと思った。宿泊料金だけで言われてもね。とりあえずその旅館は私の親戚の家でも何でもないし、しっかり支払って帰るしかなさそうだね。嘘でしょ？それはやばくないですか？一泊5万かける10泊って、計算できますか？本気で？何これ？そんなお金どこから出すつもりなのか知りませんけど、払わないと帰れませんからね。頑張ってください。待って、そんなの無理。助けてくれるよね？リーさんも兄貴もいつも助けてくれてたし、今回も助けてくれるでしょ？旦那と話し合って純子ちゃんとは縁を切ることにしました。は？縁を切る？なんでだよ。このままじゃ純子ちゃんにも良くないってことで、今までのことはすべてご両親に伝えて、私たちも手を引きます。手を引くって何？助けてくれないってこと？今回の旅館のお金は自分で何とかして、今後は自力で生きていけ、そういうことです。いや、意味わかんないんだけど、そんなの無理だし。無理と言われても私たちもこれ以上面倒見れませんから。ああ、ついでに言っておくけど、バッグの取って壊したでしょう。は？あのバッグ結構な高級品だったんだよね。今確認したんだけど直らないみたい。お気に入りのバッグだったから長いこと大事に使ってたんだけど、まさか1週間であそこまでボロボロにされるとはね。いや、それはちょっと飲みに出かけたりして。でも返したじゃん。うん、でも使える状態じゃないから、もうこれは100万円のバッグ代を追加で請求させてもらいますね。え？100万円？その旅館には50万、私には100万。もう純子ちゃん、働かないと人生終わりじゃない？待ってください、お姉さん。それはちょっとやりすぎじゃないですか？そんなお金、私にあると思ってますか？今までのことも含めて、純子ちゃんのご両親にはお話ししました。え？両親に？何を？ LINE のスクショをつけて、すべての悪事を伝えておきましたから。だから悪事って何よ？私が何をしたっていうの？今まで働いてないのは休職してるだけだって親に嘘ついて、結局サボってダラダラ過ごして、私たち夫婦からお金を搾取していただけでしょ？それをそのまま伝えただけですよ。なんでそんなこと言うのよ！親はそんなの知らなくていいでしょ！ご両親呆れ果ててましたよ。追い出されるのも時間の問題じゃないかな。何それ！追い出されたら私はどこに行けばいいのよ！あなたもう26歳でしょ？何言ってるの？自立して生きていくしかないでしょうが。自分で働かなくてはいけなくなるのなんて当たり前だから。他人にいつまで甘えてんの？そこまで言わなくても。もう働きたくないのに、なんでこんなことに。働きもせずに今あなたにできちゃった借金どうやって返すつもりなのよ。親戚だし旅館に泊まっても当然無料でしょうとか、非常識にも程があるわ。まあ、結局そこは私には何の関係もない宿だったわけですから、もちろん無料でも何でもないですけどね。
お姉さん、助けてください。バッグのことは本当にすみませんでした。必要でしたら土下座でも何でもしますから、お金貸してくれませんか。貸すわけないだろ。帰ってくるわけないって分かってる相手に貸すわけがないじゃん。甘えるのはいい加減にして、そろそろ現実見たらいいんじゃないですか。お兄ちゃんは？なんでお兄ちゃんから連絡ないの？さっきから電話してるのに出ないし、どういうこと？ああ、もうブロックしてるみたい。はあ？ブロック？実の妹をブロックってどういうことだよ。それほどのことを私たちにしてきたってことだよ。もうあなたの成長のためにも当分は距離を置きますからね。まあこのまま一生他人でもいいって私は思ってるんだけどね。そんな嘘でしょ。助けてくれないって本気だったの？それじゃあ頑張ってね。ひどい、無責任な。無責任な行動を繰り返してたのは自分だよね。これからは自分で責任取ることの大事さを学んでくださいね。それじゃ。結局フロントへ行って事情を説明した純子さんでしたが、もちろんタダになることはなく、そのまま脱走しようとしてすぐに捕まって警察沙汰になったのだそうですよ。連絡を受けたご両親は支払いは肩代わりしたそうですが、しっかりと借用書まで書かせて返済するように命じたのだそうです。借金を抱え、実の両親にも呆れられて追い出されてしまった純子さんは、住む場所もなくなり、なんとか見つけた住み込みの工場勤務の仕事を頑張ることにしたのだとか。今は毎日必死で借金を返すために働いているらしいですが、最低賃金での過酷な労働で社会の厳しさを感じているようですね。借金を全額返済するのはいつになるのか、本人も全く予想がつかないんだそうですよ。一方で林さんご夫婦は、自分勝手で迷惑な義妹のいない生活が始まり、平和になったおかげでストレスがかなり減少したようで、お子さんも生まれて幸せな生活を送っているのだとか。ご両親も純子さんのことは面倒を見るのを諦めて、今は孫のことで頭がいっぱいみたいですね。純子さんが姪っ子に会う日は当分来なそうなのだとか。当然の報いですから仕方ないですよね。